ドゥドゥドゥ。さあ始まりました世界地元発見世界地元っておかしいな。皆さんこんばんは、地元不思議発見。今回司会を務めさせていただくのは、草野みそじです。よろしくお願いします。ゆで卵エイジでございます。あざわる石井でございます。で、柳井頑固でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ最近もうやばいこといっぱいありますけども、いやいや、まあ今日はね、地元の豊かな気持ちを、に浸っていただければなと思います。いや、いいですね、わかりました。はい、はい、それではね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、地元に関するクイズがね、はいはいはい、答えていただいて、はい、まあ誰の地元まあそれ、まあもういいですから。細かいことはいっちゃん大じゃん。それではもうね、ナイクイットパスエバーウィンズワールドドリーム。それでは VTR スタート。皆さんこんにちは、滋賀を愛する男、地元博士の修士花ちゃんです。というわけで皆さん、今回はですね、私の地元滋賀県に来ております。今回はですね、私の地元滋賀県に関するクイズをね出しますので、それに答えてください。題して地元不思議発見です。あれ、何あれ、何あれ、何あれ、構造物、素晴らしい。何あれ、あの橋、あれはですね、琵琶湖大橋というね、西と東をつなぐ大事な架け橋となっておるもんです。まあ、あの橋にはですね、トリックがありまして、実はあの橋を渡るとですね、何やらすごいことが起こります。あの琵琶湖大橋を通過するときに、ある事象が起こります。その事象とは何でしょうか。ズル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 。というわけで第1問、琵琶湖大橋に関するクイズです。はい、はい、橋を渡るときに起こる事象、これをお答えください。はい、これはね、多分皆さんでも通ったことあると思うんですけどね、琵琶湖大橋。ここは間違いなくありますね。まあ、ラザール石井が調べてる。いや、ちょっとこれ、あの携帯でしょ。おい、歴史的事象についてちょっと知見が浅かったので、これには関係ないでございます。次やったら奪うで。次やったら奪うで。じゃあまずじゃあ、キムさん。はい、はい、ゆで卵さんね。ラザール・キムイさん。ゆで卵さん、まあいいです。はい、はい、どん。足の端の部分で電気分解が起きてる。あれを電極と見なした。あー、確かに。じゃあ次、はい、スンさん。今回はこちらです。はい、大友の王子の亡霊が出てくる。はい、いや、あるんですよ、中野親の王子との息子ですね。あー、息子。彼は確か滋賀県ら辺で戦死したんで。頑固さん。車で通ればメロディーが聞こえてくる。おお、斬新な発想ですね。これじゃないですか。なんでそうなったかはちょっとわかんないんですけど、こんなんあった気がするんですよ。電気分解がしてる音ではないですか。あ、金属ちょっと溶けたりしてる。はい、それでは正解はこちらです。はい、はい、というわけでお嬢ちゃんお坊ちゃんたち、よく聞いてくださいね。今から橋を渡ります。よく聞いておいてください。一度しか音楽は流れません。もう答え言うてるやん。リスニングではありませんからね、皆さん二度は流れませんよ。よく聞いておいてくださいね。お嬢ちゃんおばあちゃんたち、いきますよ。あ、ここからスタート。ということで正解は、琵琶湖周航の歌が地面から聞こえるでした。はい、おーい、みんな、ガンコさんおめでとうございます。というわけで、ガンコさんからカエルくん人形をプレゼント。はい、次の問題に行ってみましょう。はい、次はこちらです。お、なにこれ、いつめが階段を登っていました。あ、なにあれ、なにあれ、すごいな、これ大きな社が佇んでおります。ちょっと行ってみましょう。実はですね、なんとこの近江神宮、ある、文明というか戦いの聖地として知られておることが知られております。さあ問題です。その行いとは何でしょうか。こ
ここだけちゃんとしてるよ。ここだけちゃんとしてるだけで。これ普通に興味深いけど。そうですね。普通に興味深い。割とちゃんと問題作ってきたんですね。そんな問題ですね。なあ、ヒントとしてはですね。ああ、まあ、ある人気漫画に取り上げられている。はい、まずは、じゃあ、スンさん。はい。やっぱりね、神宮といえば、はい、まあ、最近話題の、はい、こちらでございます。口亀酒でございます。おー。なるほど、なるほど。キムさん。はい。僕の答えは、これですね。キオス会議です。とは。とは。とは。僕もあんまり分かってないんですけども。うん、はい。うん、なぜかと。じゃあもうベンガーさんじゃあガンコさん歴史的な話があったんで多分ねこういうことをし、うん、何やしてる伝統なんじゃないかと、はい、これです千箱機で歯磨きする千箱機で歯磨きする第一問でめっちゃ真面目答えじゃない絶対やってると思ってるんだけど予想だけしたでそんな風に出てくるか絶対一番近いもんましょうはいそれでは答えどうぞ、うん、はいというわけで正解はこちらででんカルタの聖地、大津正解はですね、カルタでございました。はい、全員ボッシュートデデデデチハイフルの漫画持ってますもんね。そうなんです。ああ、確かに。私、受験期にね、あのチハイフルにドハマりしまして。はい。続いての問題です。はい。はい。はい。というわけで、金属アルミニウムの鉄花ちゃんです。ということで皆さん、こちらにですね、おびただしいほどの柵、鉄槌が、刺さっていると思います。ですがこれ、柵のように見えますけども、音が鳴るんです。しかもこれ、音が違うんですね。これ、あるメロディーになっております。その作品名は何でしょうか。これが問題です。シンキングタイムスタート。作品どっちくなった？どっちくなった？曲がもう作品名の曲なんですよ。ああなるほど。はいはい。誰しもが知っている。あ、僕でも知ってる。っていうのがヒント。っていうのがヒント。なるほど。なんでジブリか。あ、ジブリ。やっぱジブリかな。石井さん、はい、こちらです。海の見える街、魔女の宅急便です。おお、どういう音か、どういうタタン、タタン、タタン、タタタン。あああ結構これ近いじゃないかなっていう問題は、滋賀県より見えないってことなんですそうなんです気づきましたかーデンコさん、ガンコさんとりあえず、これでいっときます、一旦おおえ、それどういうメロディーでえ、わかんないですよあははははは桃姫メロディー知らない桃姫メロディー僕の会社はですね、ファイラーなんですけどもカントリーロードですああ、テイクミホームってやつ。はい。タンタンタン。あれって何のジブリなんですか。あれ耳を澄ませばです。ああ、はいはいはい。そうですね。それがまずわからない。それでは正解 VTR どうぞ。はい。トトロや。ああ。はい、ということで正解はニアオブトトロでした。はい。というわけで、全員ボッシュトーイでは次の問題です。はいはいはい。ほらほら、でっかい構造物や。なにこれ、高校や。プリプリの巨高校や。はい、というわけでですね、こちらは私の母校でございます。この高校ではですね、自主自立の精神を持って、社会に貢献しようというね、そういうような意味の校訓が、掲げられております。それ当てろって言われた瞬間それ当てろって言われた瞬間今から皆さんに問題です、私の母校の校訓は〇〇義力ですなんでしょうかあそこはちょっとヒントくれねえ二つ熟語が並んでるわけですはいはい力まだ自主自立の精神そして、まあ、誠実な心でなんかまあ頑張ろうぜ的な発表していきましょうはいまずじゃあ頑固さんからあ、わかりましたはいこうかなと思いました難儀力学ああこれです力学むずいです力学はむずいっていうああこれの答えはございます心技力説これしか思いつきませんでした心技力説とははい僕はこちらですゆで卵さん三技
力強く前へ。ああもうね、枠を飛び越えて、枠を飛び越えてね、まあ、力強く前へは合ってるよね。合ってますよ、合ってます、正直。いや全然するかもしれない、一番合ってるよね、なんならこれ今。それでは行きましょうか。はいはい、答えはですね、準備欲行でございます。この言葉はですね、自主自立を重んじて、みんながまあ勉強、おのおのめいめい頑張れといった意味で作られた言葉でございます。まあまあ私もですね、そういった自主自立の精神をね、まあ鍛えに鍛え抜いた結果、今現在こうなっているという感じでございます。まあ絶好が生んだ慣れの果てでございます。そんな私ですけども、これからもねよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、全員不正解。家業変化活動じゃないんかい。家業確かに、家業変化活動、空ね、空空入ってましたね。空入ってた、はい、はい、では続いての問題はこちら。はい、いやなんか全然コンクリートでね、何もない場所に来てしまいました。全く何もないですね。うわー、何あれ、何あれ、え、何あれ、ショッピングモール、キュショッピーがいます。キュショッピー PRREI です。はい、これはですね、ピエリというね、我ら滋賀県民が誇るイケる廃墟として有名なショッピングモールでございます。実はですね、このピエリもうね、オープンして10年ほど経つんですけれども、その前はある王国が築かれていたと言われております。そして私もかつてはその王国の一日だけね、民であったこともあります。さあ果たしてその王国の名前とは何だったでしょうか。はい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 、もういけるよね、もういけるね、これ。はいはい、行きましょうか。いやー、はい、行きましょうか。はい、行きますよ、僕。本当にね、こいつが何回も言うんですよ。こいつが何回も言うんですよ。一斉でいけるじゃん。はい、行きますよ。一斉のね、はい、ビワンコワンワンオオカキー。はい、VTR どうぞ。はい、VTR どうぞ。というわけで正解は、はいはいはい、ありがとうございます。持ってけたの。というわけでラストです。あ、次ラストですか。ラスト、はい、それではラスト問題どうぞ。はい、というわけでこちら、私の母校滋賀中学校でございます。あ、そこも、はい、そこもということでですね、当時この中学校に通っていた私はですね、電車通学をしておりました。しかしね、あの湖西線というのはですね、電車の本数がとても少なくて、30分に1本しか電車が来ませんでした。そこでね、電車に遅れないように花輪少年はこの帰りの通学路である工夫をして帰りました。それでは問題です。私花輪がですね、帰り道に工夫していたある秘策とは何でしょうか。少ない電車に乗るために花輪子供が自炊してたから。おお、なるほどなるほど。まあ、ちなみにですね、あの普通に歩くとですね、だいたい最寄り駅、その宝来駅というんですけど、だ、はいたい15分、はい、あの中学校から宝来駅までね。はい、それでは皆さんかけたということで、はい、はい、オープンしてちゃってください。はい、俺の答えはこちら。木の上に登って、うん、遠くまで電車見て、あと何分で来るなーみたいなのやってた。おー、あー、ちゃんとやってるね、ちゃんと、はい、ちゃんとこれありそうですね。そんなやったら行けよという。確かに、お前じゃあ歩けよって話で。私の答えはこれです。近くのイオンで泣きながら宿題。電車に間に合うって目的じゃなかったでしたっけ。まあまあいいだから時間がちょっと余ってるなって分かったんですよ。分かったんで、まあこういうことをねして、あの、なるほどな、あ、だから時間を調整したってことですね。はい、そうですね、はいはい、なるほど。根本、お前あの付近にイオンあると思ってるの。でもこれでも、あの花輪さんから聞いた話なんで、多分合ってると思うんですよね。僕はこれ多分合ってると思います。はい、電車に乗るために早退してた。ああ、これちゃうかな。これ先生に言わずに書いてます。うんうんうん。こそっと書いてます。こそっとしれっといなくなる。なるほどなるほど。はいはいはい、まあ確かに花尾少年だったらやりかねない。あ、そうです。やりかねないです。はい、それでは、はい、はい、出揃ったところで、はい、見てみましょう。はい、それでは答えどうぞ。というわけで、正解は、走る。でした。なんだそれ。はい。ああ、ああ、ボッシュトーン。なんかまた。でも、真面目だったんだね。相対せずに、ね、間に合わせると頑張って走ったんだ。一応ね、その、いや、あの、終わりました、みたいな、終わりの回みたいなのがあって、ちょっと待って、ちゃんと終わった瞬間にダッシュで帰る。なんか、近江神宮とかの問題に比べて質がさすがそうです。マジで。